オールユージン・ブラウンは、アメリカが衆国をイオ州、ノーアウーク出身のアメリカンフットボール元コーチ、エグゼクティブ。NFL の発展における主要人物の一人。近代オフェンスの父と呼ばれ、歴代のフットボールコーチの中で最も偉大だとは言えないとしても、それに相当する一人であると多くの人々から見なされている。それはブラウンが、ハイスクール、カレッジ、 およびプロフットボール各レベルにおいて大きな成功を収め、フィールド上の将軍としてアメリカンフットボールに強い影響力を及ぼしたことに裏付けされている。オハイオ州ノーウォークに生まれたブラウンは9歳の時に家族と共にマシロンに転居した。ホイーリング・アンドレイ・クエリー鉄道の発車係だった父のレスターは非常に貴重面で真面目で極めて厳格な性格で、 それらはすべて後のブラウンのコーチングに対するアプローチに反映されている。ブラウンは1925年にオハイオ州マシロンのマシロンワシントン高校を卒業し、在学中に学校代表チームで伝説のホーホースメンの一人、ハリー・ストゥールド・ラッハーに習ってクォーターバックとしてプレーした。オハイオ州立大学に新人クォーターバックとして入学したが、145ポンドの 大学では、メジャーガレッジフットボールの世界でやっていくのは厳しい、ことに気づかされ、マイアミ大学へ転校した。チェスター・ピッツァーコーチの下で2年間プレーし、1928年シーズンに AP 通信によるオール・オハイオス・モール・カレッジセカンドチームに選出された。1930年、教育学の学士号を取得し、1940年に、 オハイオ州立大から教育学の修士号を受け取った。彼の大学卒業証明書が示すように、ブラウンはコーチであると同時に、教師の資格も持っていた。彼は1930年にローズ小学制度の資格を得たが、高校時代からの恋人、ケイティ・ケスターと結婚しており、1929年に世界恐慌が起こっていたため、働かなければならなくなった。 彼のコーチングキャリアは1930年にメリーランド州セバーナにあるセバーン学校の教師兼コーチとして雇われたことにより始まった。セバーンでの2シーズンを16勝1敗1分で終えたブラウンは23歳になった1932年に母校マシロンワシントン高校タイガーズのヘッドコーチに就任した。 マシロンでは9年間で35連勝を含む80勝8敗2分の成績を収めた。彼は最初の3年でチームを強豪に育て上げたが、因縁のライバルである関東マッキンリー高校には勝つことができず、3度の対戦はすべて15点差以内で敗北していた。しかしその後の6試合はマッキンリーに勝利を収め、以降の全60試合で58勝1分けとし、 1935年から1940年の6年連続で、オハイオポールハイスクールフットボールチャンピオンに選出された。ブラウンのこの業績が後押しし、高校には2万人収容の新しいスタジアムが建設され、オハイオ州内において、オハイオ州立大を除く他のどのフットボールの試合よりも多くの監修が観戦に訪れた。ブラウンが導入したシステムは、 ピッツバーグ大学のヘッドコーチジョック・サザーランドが考案した技術をもとにしていた。サザーランドはブラウンが幼少の頃マシロン・タイガーズ・クラブのプロフットボール選手としてプレーしており、コーチになっても成功を収めていた。ブラウンはあらゆる状況を想定し、詳細な練習プログラムを作成し、アシスタントコーチそれぞれの仕事を明確にし、そしてマシロンの中学校に、 彼のシステムを完全に導入させ、新入生が入部してきた時に、彼のシステムをすでに理解しているようにした。オハイオハイスクールフットボールコーチ協会や後に、パドゥ大学ヘッドコーチになる、トレドウェイト高校のジャック・モレンコフの熱烈な指示を受け、ブラウンは1941年1月14日に、オハイオ州立大学バックアイズのヘッドコーチに就任した。ブラウンの下 バックアイズは1941年から1943年にかけて18勝8敗1分の成績を収めた。ブラウンの選手たちはスピード、インテリジェンスおよびコンタクトの強さで知られるようになった。彼のチームの遂行力とファンダメンタル技術の高さから彼はオハイオ州でプレシジョンポールと呼ばれた。彼のオハイオ州立大での最初のシーズンは6勝1敗1分で、 ランニングバックオット・グレアムを擁する、ノースウェスタン大学ワイルドキャッツに敗退し、ミシガン大学、ウォルバリンズと引き分けた。オハイオ州立大は、ウェスタンカンファレンスで、同率2位になり、A、AP ランキング13位でシーズンを終え、ブラウンは、ナショナルコーチオブザイヤーでは、フランクリー、バーニー・ビーアマン及びアール・ブライクに次いで4位に、選出された。 翌1942年シーズンは18名の優秀な選手が卒業を呼び、第二次世界大戦の兵役のため抜けることになったにも、かかわらず、ブラウンは3人の4年生、16人の3年生、及び24人の2年生で構成された、バックアイズを率いて9勝1敗の成績を収め、初めて NCWA ナショナルチャンピオンシップに選出された。選手の中には、 デスホルバースと4人のマシロン卒業生がおり、そのうちの2人、リン・ヒューストンとトミー・ジェームズは後に、クリーブランド・ブラウンズでプレーした。唯一の敗戦はロードでの、ウィスコンシン大学マディソンコ・バジャーズとの試合で、マディソンへの鉄道移動中に不衛生な水のせいで、チームの大部分が赤痢にかかってしまったことから、バッドウォーター・ゲームと呼ばれるようになった。ブラウンは1942年に、 オハイオ史上最も素晴らしい1年生チームをリクルートしたと評判になったが、その全員を兵役に取られてしまった。1943年、ミシガンやパデューのような学校が V-12 海軍カレッジトレーニングプログラムの一部に組み込まれている間、オハイオ州立大は陸軍の陸軍特別トレーニングプログラムと提携したためにハンディキャップを負うことになった。 ビッグ・テン・カンファレンスは1943年に特別戦時免除を交付し1年生がフットボールをすることを許可したが、オハイオ州立大にとってそれはエルロイ・ハーシュのような選手を起用する、より年長でより大きなチームと競い合わなければならないことを意味した。1943年、ベイビーバックスは5人の復帰選手とナショナルチャンピオンチームからの一人、1942年、 入学生が6人、そして33人の17歳の新入生で構成され3勝6敗だった。1944年2月、ブラウンは選抜徴兵制度においてクラス 1A に再分類され、1944年4月12日にアメリカ海軍中尉として従軍した。彼はグレートレイクス海軍基地に配属され、ブルージャケットフットボールチームのヘッドコーチになった。 他の部局チームやカレッジプログラムチームと戦い、対戦の最後の2年間に15勝5敗2分の成績を収めた。この5敗のうちの一つは1944年10月9日にオハイオ州立大に敗れたものである。戦後、オハイオ州立大のヘッドコーチは空席のままだったにもかかわらず、ブラウンは新しく立ち上げられたオールアメリカフットボールカンファレンスに加入する。 アーサー B ・マクブライドのチームのパートオーナー兼、副会長兼、ゼネラルマネージャー兼ヘッドコーチとなるために、クリーブランドに行く方を選んだ。彼は1945年2月8日、まだ海軍にいる時に契約書にサインした。契約は年俸2万ドルに加え、チーム収益の15%、戦争が終わるまで毎月1000ドルという内容だった。1945年、 オハイオ州クリーブランドに新しいフットボールフランチャイズが設立された。チーム名は最初クリーブランドのプレーンディーラー氏で行われた投票でパンサーズが選ばれたが過去にクリーブランドパンサーズというフットボールチームが存在し地元の実業家がその名前の権利を保有していることを連絡してきた。チームは別にチーム名命名,名コンテストを実施しブラウンの名にちなんで ブラウンズとなった。ブラウンは実際にはボクシングのヘビー級チャンピオン上ルイスにちなんだブラウンボンバーズが最も多い得票数だったが後に撤回され、ブラウン自身の名を付けることを承諾したと述べている。ロークは4年間存続した後 NFL に統合されたが、ブラウンズは4シーズンすべてでチャンピオンシップを獲得し、4シーズンを通して4敗しかしなかった。ブラウンは 当時のプロフットボールにおいて、それまでに見られた中でも最も大きな選手のリクルートネットワークをまとめ上げた。初期のブラウンズの選手の大多数は、マシロン、オハイオ州立大、およびグレートレイクス出身だった。一つの重要な動きは、ノースウェスタン大学でテールバックをしていたオットーグレアムをクォーターバックとして指名したことだった。グレアムは、 プレイコールを行い彼が在籍していた10年間に渡りチームをリーグのタイトルゲームに導いた。さらにブラウンはアフリカ系アメリカ人を除外するという紳士協定を無視し後にプロフットボール殿堂入りするマリオン・モトリーとビル・ウィリスを加えた。NFL とローックの合併後、ブラウンズはサンフランシスコ・フォーティナイナーズ及びボルチモア・コルツと共に1950年に NFL に移動した。批評家は、ロークの全体的な弱さがブラウンズを目立たせていると考えていた。しかし、ブラウンズは最初の NFL 公式試合において二度ディフェンディングチャンピオンになっていたフィラデルフィア・イーグルスからパスで346ヤード、トータルで487ヤード獲得し、35対10で勝利した。 そして加入した最初の年の NFL チャンピオンシップゲームで試合終了直前にルングローザーのフィールドゴールによりロサンゼルスラムズを破り優勝した。ブラウンズは続く5度のタイトルゲーム出場を果たし1954年と1955年に連覇した。1951年までブラウンはバックアイズのコーチングに関与した。プロのヘッドコーチとして成功したにもかかわらず、 彼は、ウェズ・フェスラー辞任後のオハイ修理立大に復帰するというオファーについて検討すると公表した。それに対し1940年に彼を支えた組織や人々は即座に強い支持を表明した。しかしブラウンは、第二次世界大戦後彼のために開けられていたヘッドコーチのポジションへ復帰しなかったり、規定に反し大学卒業前にバックアイズの選手とプロ契約をしたなどしたため、 バックアイズ卒業生や大学体育局など多くの支援者と疎遠になっていた。ブラウンはあらゆるルール違反を強く否定し、ブラウンズが契約した選手は全て兵役を完了し、大学をすでに卒業しておりルール上許されていると主張した。1951年1月27日に彼は熱烈な支持者と共に体育局理事会と面談したが、ウッディヘイズを支持している。 理事会は満場一致でブラウン将兵を否決した。ブラウンはクリーブランドにいるあ大,大な革新者だった。彼は選手を選定するのに初めて知能テストを導入し、試合のフィルムライブラリーを設置し、ミーティングルームを用意して、選手を指導し、フィールドの選手と会話するために無線を使用し、フットボールのヘルメットにフェイスガードを付けさせた。また、無線でのプレイ伝達が、 技術的に問題があることが分かると、サイドラインからのプレイコールを伝えるメッセンジャーガードを使用した。グレアムに指揮されたオフェンスは、ブラウンの下でコーチを務めたビル・オールシュによって、完成されたウェストコーストオフェンスの前身となるものだった。1959年までは、ブラウンは NFL で十分な尊敬を集めており、バートベルの没後空席になっていたリーグのコミッショナーに、 なるべく活動したが、拒否され、ピート・ロゼールが選ばれた。1963年1月9日、ブラウンの契約打ち切りが、アートモデルを、はじめ、過半数のオーナーの指示により決定された。決定に至る議論は、地方紙のストライキ中に進行し大きな物議を醸す、ことはなかった。クリーブランドのスポーツライター、フランク・ギボンズは、その解雇について、 ターミナルタワーを倒すようなものだと語っている。モデルとブラウンは最初から対立していた。モデルがクラブを買収して間もない1961年12月に、ブラウンはモデルに知らせずに、ワシントン・レトスキンズとトレードを行った。ブラウンの取引は1961年にハイズ・マンショを受賞した、シラキューズ大学ランニングバックのアーニー・デイビスの獲得権を得るものだった。しかし、 そのトレードがブラウンのクリーブランドでのキャリア終焉の始まりになった。デイビスは1962年の最初のトレーニングキャンプ中に白血病と診断された。医師がデイビスは NFL での活動に耐えうる体を持っていると保証したにもかかわらず、ブラウンがデイビスにプレーさせないと決めたとき、ブラウンとモデルの対立は悪化した。逆に言えばモデルはデイビスに プレーさせることに関して、その危険を顧みなかった。結局、コーチとオーナーの関係は修復されることはなく、アーニー・デイビスは、プロの試合でプレーすることもなかった。そして1963年5月18日に、病気で死去した。30年間コーチを務めた後に、ルローの身になったブラウンは、その後5年間サイドラインから離れ、ブラウンズと関わることはなかった。彼は、 契約が残っていた5年間ブラウンズから給与小切手を受け取り経済的には安定していたが、クラブの株式のおよそ6%を保持するだけでは飽き足らず、欲求不満は年々高まっていた。ブラウンがまだ年俸を受け取っており、ゴルフを好んでいたので、ゴルフで彼より多くのお金を儲けたのは、アーノルド・パーマーとジャック・ニクラスの二人だけだと言われた。解雇されてから数ヶ月後、 ブラウンがフィラデルフィア・イーグルスを買収するオーナーシップグループの一員になるという噂が流れたが正式に契約が結ばれることはなかった。1966年、ブラウンは所有していたブラウンズの株式を売却し、シンシナティにアメリカンフットボールリーグフランチャイズを誘致するため、オハイオ州知事ジェームズ・エイ・ローズと行動を共にした。百六十七年九月十六日、 ブラウンは公式に AFL のエクスパンションチームシンシナティベンガルズの主要株主、ゼネラルマネージャー及びヘッドコーチとして復帰した。チームは1970年の NFL と AAFL の合併により NFL に加盟した。彼はチームのヘッドコーチを8年間務め、チーム設立後3年目をはじめ年3度プレイオフに進出した。それらシーズンにおいて、 ブラウンのベンガルズは彼が元いたブラウンズと対戦し、ブラウンとモデルの間に激しい対立に再び火がついた。ブラウンは1970年の最初のブラウンズ対、ベンガルズの試合後にブラウンズコーチのコリアーと握手しなかったことで非難された。ブラウンは1976年1月1日にコーチを辞任したが、チームの会長の座には止まった。彼のもと、 ベンガルズは2度スーパーボールに出場し、そのどちらもビル・ウォルシュのサンフランシスコ・フォーティナイナーズに敗れた。皮肉にも、ビル・ウォルシュは、ブラウンの下で7年間にわたり、アシスタントコーチを務めており、ブラウンがコーチを辞任した時に、ウォルシュでなく、ビル・ジョンソンを後継に指名していた。2006年のインタビューにおいてウォルシュは、ベンガルズに在籍中、ブラウンが、私がリーグの、 どのチームであろうとヘッドコーチ候補に挙げられることに反対したと主張した。私にはずっとその機会があったが、私はずっとそれを知らなかった。その後私が彼の元を去った時、彼は私が NFL に泊まることができないように思いつく限りの人々に電話をかけた。とウォルシュは語っている。マイケル・ルイスはウォルシュにその根拠を確認した。 ブラウンは何度か他の NFL チームがオールシュにヘッドコーチの職を打診する面談を許可しなかった。代わりに、ブラウンはオールシュに彼が良い NFL コーチになるとは決して思わないと話した。ブラウンの最初の妻、キャサリン、ケイティ・ブラウンは1969年に死去し、1973年に彼の元秘書だったメアリー・ライツェルと結婚した。 ブラウンは1991年8月5日にシンシナティで肺炎とその合併症により死去しオハイオ州マシロンのローズヒル墓地に埋葬された息子のマイク・ブラウンがベンガルズ会長の後を継いだシンシナティのポール・ブラウン・スタジアム・ブラウンは1967年にプロフットボール殿堂入りしたその賞賛に加えオハイオ州マシロンのポール・ブラウン・タイガースタジアムを呼び シンシナティベンガルズのホームスタジアムである、ポール・ブラウン・スタジアムの2つのスタジアムが彼にちなんで名付けられた。以下のコーチは、ブラウンの下でコーチあるいはプレーし、彼と彼の攻撃的なシステムにある程度影響された。ありがとうございます。